にちは、まーちゃんねるまいはるです。はい、今日はこちらですね。そうだね、うんもね、うん、ゼンマイであるアトラスオオカブト、ゼンマイであるクワガタ、ゼンマイであるヘラクレスオオカブトです。はい、これはダイソーで買ってきたやつですね、はい、全部100円です。おついにあれだね、夏が間近になってきたので、こういう昆虫シーズンの到来ですね、しんくん。うん、嬉しい。そうだよね、うん、こういうのが出てきましたね。はい、はい、じゃあ早速開けよう。うん、はい、これがゼンマイであるクワガタですね。はい、これかっこいいね。上の面から見るとクワガタっぽい。うん、横にするとこれは。うわ、太い。ずいぶん太いね、これね、うん、しかもこれ裏にすると全然クワガタじゃなくなっちゃうっていう。羽もね、これ自動じゃないんだけど開けるようになってます。あ、ほんとだね、うん、で、ゼンマイはどこにあるの？ゼンマイはなんと、この裏のここ、回すのか。これをやってみて、回し、そしたらこうやって動く。なるほどね、なるほどね、で、この大顎もちゃんと動くようになる。で、次はこれがゼンマイであるアトラスオオカブトとゼンマイであるヘラクレスオオカブトです。そうだね、うん、これも上から見るといい感じにリアルだけど、うん、横はもうぶっといですね、うん、あ、でもこれはいいかな。確かにこれはいいかもしれない。どうだろう、うん、アトラスオオカブトも大丈夫だ、うん、カブト系は大丈夫だ。そうだね、うん、クワガタやっぱりもともと平たいから、うん、これすごい違和感あるね。そうだ。で、このエメラルドグリーンのヘラクレスオオカブトは別の100均で買いました。これはセリアだね。うん、うん、で全然 こっちは羽が動くんでしょ。うん、だって普通さ、カブトムシってこの外側の何、これ殻みたいな、これ開けて前羽、前羽、うん、で、これ中の羽で飛ぶじゃん、うん、だからこれをさ、パタパタさせることないじゃん。確かにないね。そうそう、だからこれちょっと不自然だよね、うん、そういう意味ではダイソーの方がいいかもしれない、うん、あ、動く動く動く、お音がね、うん、セミみたい。本当だ。お、ちゃんと動くもんだね、うん、あ、バトル、バトル、バトル、ゼンマイが飛ばして。虫苦手な人ももちろんいっぱいいらっしゃると思うんで、うん、あれなんですけど、こういうのはですね、虫が嫌いな人の近くではやらないことですね。はい、それはとっても重要ですね、はい、うちの奥さんは嫌だから、うん、ね、ママは嫌だから、うん、だからこれはこの部屋で遊ぶか、エイシン君の部屋で遊ぶようにしてください、はい、リビングで遊んではいけません、これはね、はい、はい、ヘラクレス同士でちょっと対決させてみようか。うん、その方が楽なんだよね。あの、対決ってごめん、競争しようか。そうだね、せーの、はい、あ、動け、あ、動いた動いた動いた、あ、結構早い。あら、曲がってる。セリア版の方が長く動くな。本当だ。やっぱね、このね、巻き方の違いにあると思う。そうだね、うん、セリア版の方がこのゼンマイが巻きやすい、うん、まあでもこういうさ、カブトムシ系のグッズが増えてきて嬉しいでしょ、ね、うん、超嬉しい。今年はね、買うつもりでいるからね。はい、あ、もしくは取りに行きたいね。うん、うん、あと全国昆虫館巡りもやっていきたいですね。うん、はい、というわけで今回はゼンマイであるアトラスオオカブト、ゼンマイであるヘラクレスオオカブト、ゼンマイであるクワガタでした。はい、というわけで今回の動画がもしよかったのか気に入ったなと思った方はグッド、ライク、高評価お願いします。お願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。教えてあげてください。はい、そしてチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。はい、というわけで今回は以上でございます。バイバーイ。